ドープはアメリカ合衆国ニューヨークで結成された4人組ハードロックバンド。1990年代末から2000年初頭にかけてある程度の成功を獲得した。2016年には前作から7年ぶりとなるシックス,スアルバムがリリースされた。ドープは1997年12月10日リードシンガーのエゼルドープによって結成された。 子供の頃に両親が離婚したため、エゼルと彼の兄弟である、サイモン・ドープとは別居していたが、サイモンがキーボードプレイヤーとして加入する形で再会した、時には、二人はすでに大人であった。90年代のバンドでありながら、ドープは、ガンズローゼズ、キッス、モトリー・クルーの影響を受けており、90年代初頭に盛り上がった、ナイインチネールズ、 ミニストリーなどのインダストリアルのサウンドを融合させている。結成当時は金欠で機材の購入と自分たちの生活のためにドラッグを売って生活していた。バンド名のドープとは彼らのせいではあるが、彼らの T シャツには注射針が示されていたりとドラッグを連想させるものとなっている。1990年代初頭に ラスベガスで、エドセルとジンジャーフィッシュが同じアパートに住んでいたため、マリリン・マンソンのメンバーたちと早い時期から交流がある。彼は、元マリリン・マンソンメンバーであるデイジー・バコウィッツとも友好関係を築いた。また、ギタリストのジムザムは、レコード契約を目指すドープのプロモーションディスクをプロデュースすることに同意したが、ジムザムは、メカニカル・アニマルズのレコーディングで忙しく、 実現しなかった。1975年3月21日、フロリダのウェストパームビーチに生まれ、母親と共に、サウスフロリダの貧困地区で育ち、4歳頃、キッスのアルバムに合わせて、ドラムを叩き始める。年月が経つにつれて、音楽の趣味が広がっていき、グラムロック、パンクロック、後にギャングストラップにも、興味を示し、 彼の最大の音楽的影響となるインダストリアルメタルへと移行していった。16歳頃に絵を出ており、親友のケネス・ウィルソンと出会ったラスベガスにしばらく落ち着く。ウィルソンがマリリン・マンソンのメンバーとして加入し、なおジンジャーフィッシュと改めた後も彼と同居していた。アンチクライスト・スーパースターがありリースされた頃、彼らは、 ニューオーリンズへと移動し、マリリン・マンソンのキーボーディストである、マドンナ・ウェインゲーシーとアパートを共有。1996年に、兄弟のサイモンと共に、ニューヨークへと移った。バンドのメインソングライターであり、すべてのアルバム制作に関わっている。ファーストアルバム、フェロンズレボリューショナリーズでは、ほとんどの演奏と打ち込みを彼自身が言った。電子機器に関心が強く、 レコーディングスタジオでは率先して、プログラミングやキーボードのサンプリングを手掛けている。彼のギターやベースのテクニックは独学で身につけたものであり、それらドラム以外の演奏はドープでしか聞くことはできない。本来、エゼルは、ドラマーとして演奏することを望んでいたため、現在では、ギタリストのウィルスに加え、デリック・トリップ・トリビット、デレック・ダ・サンティスと共に、 メイクシフト、ロメオの正式メンバーとして、ドラムをプレイしている。一時期、メタルエッジ氏でコラムを執筆していた。エゼルドープという名は、ステージネームであり、本名は、ブライアン・エボジャーとされているが定かではない。ありがとうございます。